オーガスト・ベルモント2世オーガスト・ベルモント2世は、アメリカ合衆国の金融業者、競争場のオーナーブリーダー。黎明期のニューヨーク市地下鉄の建設に資金を供給し、その運営会社であるインターボローラピット・トランジットを長年保有していた。それ以外にも、ルイビルナッシュビル鉄道の理事長を務め、また、同鉄道の親会社であるサザンパシフィック鉄道、 およびナショナルパーク銀行の取締役も務めた。また、1914年にマサチューセッツ州に作られたケープコット運河の建設にも資金を提供している。サラブレッド競争場のオーナーブリーダーとしても著名で、ベルモントパーク競馬場の創設者でもある。百五十三年二月十八日に、父、オーガスト・ベルモント一世、母キャロライン・スライデル、ペリーの子として、 ニューヨークシマンハッタンで誕生した。母方の祖父にはアメリカ海軍大将のマシュー・ペリーがいる。ベルモント2世はセント・マークス学校を卒業後、1875年にハーバード大学に進学し、これを卒業している。卒業後に実家である金融会社オーガスト、ベルモントコーポレーションに入社。1890年に父が没すると代わって、 ベルモント2世が社長に就任し、またルイビルナッシュビル鉄道の理事長も同じく引き継いだ。1893年にベルモントはニューヨークアスレチッククラブの会長に、また1888年にはアメリカンケネルクラブの4代目の会長に就任している。ベルモント2世は1902年にインターボローラピット、トランジットを設立し、 最初期のニューヨーク市地下鉄路線の建設と運営を支援した。ベルモント2世は同社の社長を務め、また1907年には同社の会長を務めた。ベルモント2世はミニーラと名付けられた世界でも唯一の自家用の地下鉄専用車を所有しており、その車は現在コネチカット州イーストヘイブンにあるショアライントロリー博物館に保存されている。 マサチューセッツ州のコミサ岬の地境を改作するケープコトウンガの計画にも参画し、ベルモント2世は会社を設立して、その指揮を取った。1914年7月29日に、ケープコトウンガは開通したが、直後から難題に直面した。運河の通行量は、スクーナー1隻あたり16ドルと当時としては、かなりの額で、また幅140フィート、 水深25フィートという狭さは、航行困難にし、さらに潮流も危険だったため、ほとんどの船は岬を周回するルートを使い続けた。このケープコトウンガは意義を失い、また通行量収入も期待に及ばなかった。後の1928年3月30日に、アメリカ政府によって買い上げられた。1917年に、アメリカが第一次世界大戦への参戦を決めると、 当時64歳のベルモント2世も従軍志願した。陸軍少佐としてフランスに送り込まれ、1917年11月9日にフランスでの陸軍航空サービスの任務を受けている。ベルモント2世はアメリカ外政軍の補給部に配属され、英フのための補給品を調達するためにスペイン政府と交渉を行った。 フランスに戻った1918年2月16日から10月23日まで別動隊を務め12月21日にアメリカに帰国1919年1月6日に陸軍から退役したベルモント2世はこの大戦中の従軍者の中でも最も高齢な将校の一人であった戦争中彼の息子の一人モーガンベルモントはイタリアのフォッチャーにある 航空指導センターで注意として配属されていた。また別の息子、レーモンド・ベルモントは、フランスの第78師団で、不評将校を務め、サンミヒエルとムーズ・アルゴンヌの攻撃に参加していた。ベルモントの妻エレノアは、赤十字やベルギーへの支援活動のために、資金集めに奔走し、またが州国陸軍収容所の検査官として何度も、大西洋を渡っている。 1881年、ベルモント2世は幼馴染であった、エリザベス・ハミルトン・モーガンと結婚した。ベルモントは、エリザベスとの間に、オーガスト・ベルモント3世、レイモンド・ベルモント2世、モーガン・ベルモントの3人を設けた。エリザベスは1898年に、フランスのパリを訪問中に36歳で没している。それから12年後の1910年2月26日、 ベルモント2世は女優エレノア・ロブソンと結婚した。晩年、ベルモント2世はニューヨーク州ノース・バビロンの地で過ごし、1924年12月10日にマンハッタンの550パークアベニューというマンションで亡くなった。意外は、ロードアイランド州、ニューポートのアイランド墓地にあるベルモント家の墓地に葬られた。ベルモントの没後、妻のエレノアは不動産の大半を売却した。 エレノア自身は1979年に100歳の誕生日を目前にして没し,している。エレノアが売却しなかった158エーカーの土地と、邸宅、湖、農地などはニューヨーク州に接収された。この土地は後に459エーカーに拡張され、ベルモントレーク州立公園として整備された。邸宅は、その後ロングアイランド州立公園委員会の本部として利用されていたが、 1935年に新本部建設のために取り壊された。ベルモント2世は父1世と同様に熱心なサラブレッド競馬のファンであった。1890年に父が没すると、その父が建てたニューヨーク州バビロンにあるナーサリンスタッドと、そのサラブレッド生産事業を引き継いだ。引き継いだ、翌年の秋、ベルモント2世は引き継いだ馬の中から一切場と、 競争場131頭をニューヨークで開かれたタタソールズのセリチで放出し、639,500ドルを売り上げて、これを相続税に充てた。また、父ベルモント一世は1880年代初頭にケンタッキー州レキシントンから約3マイル離れた郊外の農場を借り受けていた。ベルモント二世はその農場に手持ちの繁殖事業をすべて移し、 元の牧場と同じナーサリースタッドと名付けた。1906年にはイギリスの山間場であるロックサンドを2万5000ポンドで購入しこの牧場でつなぎをしている。この牧場からは129頭のステークスカチューマを排出した。以下は主な生産場である。ベルモント2世は競馬産業全体への貢献にもに尽力し、ウィリアム・コリンズ・ホイットニーと共に、 サラトガの活性化にも勤しんでいた。1894年にアメリカジョッキークラブが設立されると、その初代会長を1924年まで務め、また、ニューヨーク競馬協会の委員長も務めた。1895年ナショナルスティープルジェイス協会が創設されると、ベルモント2世は、その創立メンバーの9人のうちの1人となり、また1895年には、 ウエストチェスター競馬協会を組織している。1905年、ベルモント2世はニューヨーク州ロングアイランドエルモントにベルモントパーク競馬場を建設した。後にアメリカ三冠競争として知られるベルモントステークスは彼の父ベルモント1世にちなみ名付けられた競争で、当時はモリスパーク競馬場で開催されていたが財政難に陥っていた同競馬場に代わって、 以後ベルモントパークで行われるようになった。ベルモント2世自身も、馬主として1902年、1916年、1917年の三度同競争を、制している。また、ベルモント2世はイギリスにも競争場を送り込み、1908年には、アメリカ製三場のノーマンで、イギリスクラシック競争の一つである2000ギニーを、制している。1908年にベルモントは、 フランス、オートイコールノルマンディ地域圏、フーカルモン近郊に、ビレイル牧場という生産牧場を設立している。1908年にハートアグニュー法が成立し、ニューヨーク州における馬券発売が禁止されると、ベルモント2世は、フランスの同牧場にフリントロックや、エセルバート、オクタゴン、さらに、ロックサンドといった、主力種母馬を移している。 この牧場での代表3区に、ベルモントステークス優勝馬のアワーレス、ディアヌ・ショーカチウマのチャエルエ、ベルなどがいる。ベルモント2世自身の他にも、息子のレイモンドは、バージニア州、ミドルバーグ近郊に、ベルレイファームを所有し、主にコリンなどをつなぎをしていた。第1次世界大戦への参加に伴い、ベルモント2世は所有していた馬の多くを売りに出している。 その中には後に大活躍する万能王も含まれていた。ケンタッキーのナーサリンスタットは、ベルモント2世が1924年に没するまで運営され、後に住宅地に転換された。功労バラを埋葬した牧場の墓地は、ハーストランド農場の一部として引き継がれ、その後、ナックルズ農場を経て、現在は、ルードリドル動物病院の敷地となっている。2013年、 アメリカ競馬名誉の殿堂博物館は殿堂にピラー・オブ・ターフのカテゴリーを新設し、ベルモント2水はポール・メロンと共にその初年度の殿堂に加えられた。ありがとうございます。